村上先輩と丸山先輩で相談してみた。よろしくお願いします。さあ今週の相談は岡山県からあずさん。あずさん、私は男友達として付き合いの長い彼を好きになってしまいました。今でもとても仲良しです。これから私は告白をしてもいいのでしょうか、それともこれからも変わらずに友達でいて自然と他に好きな人ができるまで待つべきでしょうか。アドバイスお願いします。好き度合いがどれぐらいかな、そうかね、これはそうか、ね、こんなの収まるんかっていう話だな。見みましょう。もしもし。はい。はい。こんばんは。こんばんは。こんばんは。あずさちゃん。はい。長い間友達やったってどれぐらい？はい。友達？私が転校生だったので、中学2年生の頃から、今、大学1年生なんですけど、もう。はい、今まで、ずっと親友みたいな感じです。うん。なんで好きなんてもんだい？最初あんまり、その男の子の方が、女子と仲良くするようなタイプじゃなくて、うん、めっちゃ女の子に冷たかったんですよ。うん、でもなんか、話したりして、すごい打ち解けるようになって、うん、で、どんどん、どんどん。その一緒に登下校とかもするようになって、はいはいはい、なんかたくさん会話するようになって、なんか、うん、好きやなって思うようになりました。ちょっと虫食いクイズみたいになってた、うん、だすいませんなってすいません。まあ、登下校一緒にするようになり連絡を取り合うようになり、はい、気になる存在になってしまったと。はい、すいません、ありがとうございます。どういたしまして。はっきりした子だな。それは、はい。いつぐらいからそういう気持ちが、ムクムクと、はい。起きてきたんですか？一回、卒業式の日に、うん、中学の卒業式の日に告白して、うん。したら、これからもずっと友達でいてほしいって言われて振られたんですよ。あ、一遍告白したんや。はい、はい、はい。で、それから、今までずっと、それまま仲良くやってきて、うん。また、どっか行ったぞ。うん、遠く行った。どっか行った。男の子の方が、うん、岡山じゃなくて大阪の方の学校に行ってて、うん、今夏休みとか冬休みにしか会えないんですけど、うん、でその会う時に、なんか、うん、あ、やっぱ、なんかもう、また好きやな、とか、うんうん、なんか、特に何があったってわけじゃないんですけど、うん、なんか、あ、やっぱ、好きやなって。これ、電波悪いんじゃないよね。え、すいません、聞こえますか？いや、うん、受話器、受話器、口のそばからもう離さないで。はい、すいません。オッケーオッケー、大丈夫よ。ほんで、大阪、岡山間で離れてはいるけども、はい、こう離れた時に気になると。はい。どうですかね、丸山さん、これは。でもこれ、まあ、あってはいるもんな。友達っていう関係を向こうを続けたいって中学の時言ってたわけやもんな。しかし中学の時ですから、はい、今ひょっとした気持ちの変化というのもね、向こうも大人には少しずつなってきとるわけですから、はい、どうなんでしょうね。でもこれ、相談してきてるってことは、多分8割方告白はもっぺんしてみようと思ってるわけでしょ、あずさちゃんはね。あずさちゃんはな。はい、ちょっと今、2択で悩んでて、うん、どの二択？もう一度、うん、なんかもう友達には戻らんっていう覚悟で告白するのか、うん、はい、それかほんまにその彼を好きなら彼を思ってこれからも親友のままでいるかっていうのに悩んでるんです。ラスコクみたいやな。最後の告白やこれ。ほんまやな。はい、そうなんや。どうしたらいいの？いっぺんほらこういうのもいろいろ手助けしてきたでしょ。してきましたね、丸山さん。なんてくれよ、これもう。お前も虫食いクイズ出すなよ。やっちゃうねん、これ。もう難しいねんって。多分でもずっと友達で彼といたら、辛いっちゃ辛いのよね。彼がまた彼女ができたりとかっていう。うん、はい、あ、そうです。高校の時に一回。あった。はい。できた時もずっと話聞いてて。うん。辛いな。そういう思いはしとるわけやな、いっぺん。はい。これは、はい、俺やったら、はい、食い残すぐらいやったら、はい、うん、言う、告白する。言いますか。うん。お断りされた場合、じゃあもうこれで友達関係も、はい、もつかしたという状況を覚悟して言う。うん、言う。はい。うん、それでも、多分、
成人したりとかして会った時にまた違うお互いこうなんか道の上で会えると思うんだよね。そしたらまたさあお互い違う人生で友達っていうのもあると思うから、はいはい、ほんまにどうし、まあ、ソウルメイトっていうわけじゃないけど、はい、どんな風になってもなんかこう縁がある人は会うし、うん、はい、うん、で俺はそれぐらいの覚悟でそんだけ好きだったらここまで持ってきてんやったら、はい、言ってみるのもあれだと思う。それでだって彼とも一生会えへんわけじゃないし、はい、うん、どうだろう、あずさちゃんそこまでの覚悟はあるんだろうか。はい、なんか今までも何回か、うん、もう一回告白しようかなとか思ってて、うん、気持ちは動いたんや。はい、うん、もうなんかやっぱりその実際会ってみるとちょっと怖くて、うん、そやな、言えなかったんですけど、やっぱりちょっとそこまでの覚悟を持ってちょっともう一回言ってみようかなと思います。うん、でもそもそもですけど、はい、失敗すること前提じゃないですか今のね。うん、二択、わざさが自分で出した二択、はい、まあ、弱気になるのもわかりますけれども、うん、はい、まあ、成功することも考えといていいんじゃない。そうだね。いや、でもめっちゃ親友なんですよ。だからこそやんか。そんだけ距離近いんやから。そんな長年、いや、これね、いや、はい、もう、もしじゃあ付き合いましたってなったら、その時は別れは来るからね。はい、結婚したとしても、はい、その可能性だってあるわけやから。はい、そういう意味では2番のずっと友達でおるんがずっと関係性は保てるかもわからんよ。まあな、はい、でも成功したらぐっと距離は縮まるけども、あとでパーンってなる可能性もはらんどるわけやし、はい、それはおっしゃる通りです。友達で行った方が、うん、っていうのもわからなくはないです。うん、やっぱ恋人になると、うん、その先恋人としてのいろんな問題が生じてきて、はい、嫌な部分も飲み込んでいかなきゃいけないっていうのはそうなんですよ。うん、友達同士だから別に見せられることも、うん、恋人同士だと、うん、それはちょっとっていうことが出てくるっていうのは、現段階は失敗した時の予防線しか張ってないですけど、成功した後の苦しい予防線も張っとくべきかもわからへんで、そうだね、どっちにしても苦しいことはあるということですね。あるある。ありますよ。付き合えたとしても、友達としても。うん。はい、だってもう、今苦しいわけでしょ？長いこと中2からね、はい、大学1年生のこの期間片思いって、それだけ思えるって、すごいことやけど、そりゃ苦しさもあったでしょ？なんかの告白しようかどうかって迷ってるわけですから。はい。はい、でもここで一回ね、丸のアドバイスにもあったように、もう覚悟があるなら、言うてみるのはいいと思う。でもそんな失敗ばっかりを前提に言う必要はないと思いますよ。せっかく言うなら成功した方がいいし。そうやな。はい。うん。ありがとうございます。また、結果教えてください。はい。言えるように、ありがとうございます。言えるようなメンタルになったら教えてください。はい。頑張ります。頑張って。はい。ありがとうございました。はい、じゃあね。はい。ありがとうございます。はい。すごいな。中2からで中3。うん、そうです。ほぼ5年 ?4 年5年。天然。ね。いやだからもう4年5年やで、恋愛っていう域を超えてるよね。ちょっと愛的なものもあるよね、うん、友情愛みたいなさ。いすごいなあ。うん、でもなんか迷ってもうてなんかぐちゃぐちゃってなったもんあんのかな、もう近くにおりすぎて。そう、いやもう近くにおったら勝手に、だからほらバイト仲間でそんなないわと思ってて、もうずっと近くにおったらなんかこう意識してもうて、ある時ポッと異性として見てまう、まあパターンであるわけでしょ。うん、まあそれこそさ、少女漫画とかさ、そのアニメとかのさ世界やと、うん、めちゃめちゃこう綺麗なこう素敵な流れの入りやけどさ、うん、実際現実そうなってくると、うん、そうやっぱうまく収まらんもんなんやな。向こうもだってずっと友達と思ったからみたいなことになってくるわけやからさ、難しいとこやなこれな。これはまあ二人、まあ言われる彼もな。そうやで。やっぱ大事な友達を失うっていうことにもなるし。いや、二人ならではのこのね、進み方もあるやろうから。そうやな。まあどうな、まあいい結果待ちましょう。せっかくですからね。そうだね。